ただいまより新日本イングリッシュチャンネル開催いたします。どうも皆さんこんにちは、新日本イングリッシュチャンネルです。いくら問題集にかじりついても英語力が伸びないとお悩みの皆様、お待たせいたしました。今回も楽しみながら英語学習頑張っていきましょう。それではどうぞ。 So that's the awesome power of the Federation's mobile suit. That's amazing. You won't get away. Doesn't this have any other weapons? Anything? How about this? Gee, why don't you try to join up with Slender if you think you can manage it? I can still see with the backup camera. I'll rendezvous with Slender now. I'll get you! If I hit the mobile suit engine, I'll destroy Side 7. Oh, what should I do now? What should I do now? You pay for what you did to Gene. I don't know what to do. Can I aim this and just hit the cockpit? So that's the awesome power of the Federation's mobile suit. That's amazing. You won't get away. Doesn't this have any other weapons? Anything? How about this? Gee, why don't you try to join up with Slender if you think you can manage it? I can still see with the backup camera. I'll rendezvous with Slender now. I'll get you! If I hit the mobile suit engine, I'll destroy Side 7. Oh, what should I do now? What should I do now? You pay for what you did to Gene. I don't know what to do. Can I aim this and just hit the cockpit? So that's the awesome power of the Federation's mobile suit. So that's the awesome power of the Federation's mobile suit. はい、それでは今回もまたオブが出てきましたね。つながりを感じていきましょう。The awesome power。すごいパワーといって何につながりがあるのか、これです。The Federation's Mobile Suit。 連邦のモビルスーツ、このつながりです。このつながりのあるすごいパワーだということが言いたいわけです。要するにこの部分、そしてこの部分がこの関係がありますよということです。なので我々日本人からすると、なんか逆で喋られた方が分かりやすいような気がするんですけれどもね、まず英語は一辺の方、一辺のピースの方を教えてくれます。そして本体をその後に教えてくれると、こういった順番で来るので慣れる必要がありそうですね。 That's amazing. You won't get away. Doesn't this have any other weapons? Anything? How about this? You won't get away. Doesn't this have any other weapons? Anything? How about this?はい、次です。これもすごく多いですよね、Will。もちろんね、意思予測なんですが、こういったかなり確信めいたものです。自分がこれからすることを思い浮かべたり、これから起こることを思い浮かべたり、これかなりはっきり見えた意思予測です。確信に近いと思ってください。さあ、それでは実際の文章を見ていきましょう。ここで私、申し訳ございません。解説部分で、なぜか they と she を間違えています。正解は she です。船なんかは代名詞を C で表します。以前 He っていうのがありましたが、軍用機なんかは He になるようです。ここで私、気持ちよく解説をしているので聞いてやってください。すいません。They will not get away. 逃げることにはならないぜって言ってます。これ実際の文章では won't、省略を使っています。はい、これもよく出る表現です。any、どれでもという相手に選ばせるような感じです。で、まあどれでも構わないよ、あんた選んでねといった気持ちがあるということです。それではこちらも実際の文章を見ていきましょう。Doesn't this have? こいつ持ってないのかよ。何を？これです。Any other weapons? 何でもいいけど他の武器です。何だっていいんだけど、こっちが選んでるわけじゃない。そっちが選んでくれてもいいんだけど、何でもいいけど他の武器ねえのかよということですね。で、まだ来ます。Anything? 何でもだよと言ってます。How about this? これはどうだ？これについちゃどうなんだということですね。Gee, why don't you try to join up with Slender if you think you can manage it? I can still see with the backup camera. I'll rendezvous with Slender now. Gee,
Why don't you try to join up with Slender if you think you can manage it? I can still see with the backup camera. I'll run it with Slender now.はい、こちらも中学校ぐらいで出てきたような気がします。 Why don't you 何々でしたらどうという意味なんですが、これ直訳するとなんでしないのということです。例えば私がご飯を作ってあなたに提供するとします。で、あなたはなんかこう見た目が悪いなと思ってね、なかなか手を出さない。で、そこで私は聞きます。なんで食べないの、食べたらどうということですよね。なのでこの Why don't you っていうのはもちろん提案の意味が裏には隠されているということです。はい、見ていきましょう。Why don't you try? トライしてみたらどうだっていうことですね。何を？これ。To で指してます。Join up。連携するというのを指して、これしてみたらどうなんだいということです。で、ここで up があるのが気になりますよね。かなり難解に感じると思うんですが、例えば make に make up。どう違うのかといったら、作ると作り上げる。何かこの up があった方が、達成感とか、そういった感じがこのアップにはあるということです。日本語でもこの作り上げる、英語にもこのアップに込められています。そして続きですね。 With Slender、 スレンダーとともに。そして続きです。 If が来ました。 If you think you can manage it、 もしお前がなんとかできると思うならよというのが続いています。で、これただの条件なんですが、 manage、 マネージャーのマネージです。だから運営するとかなんとかやってのけるとかね、そういった意味になるわけです。With、 一緒にある感じ、これはわかると思うんですが、これが道具を表すことがあります。なぜかといったら道具は一緒にあるからです。こういったわけで英語で道具を表すときには With を使います。 I can still see、 私はまだ見えます。で、何を見えるのか見ていきましょう。ここで With が来ます。え、何をに答えてないな。別に、待ってても必ず答えてくれるとは限りません。ここで見えるというのは何かが見えると言ってるわけじゃなくて、目が見えてますよということで言っています。で、ここで with でつなげてます。バックアップカメラでということです。道具でね、この道具で見ることができてますよと言っていますね。 run into、何かの中に飛び込んでいく感じがあるのはわかると思います。この走るっていうのと into で中に入っていく、これがタッグを組んでますね。これで何かにぶつかる、ばったり出会うです。ちょっと見ていきましょうか。これ絵で見るとわかりやすいと思います。これでぶつかるです。中に入っていくような感じがありますよね。で、ばったり会うがなんでこれにつながっているのかというと、こういった感じです。ここでもやはり似たような感じですよね。これでばったり出会う、偶然出くわすとかね、そういった意味になります。さあ、それでは実際の文章を見ていきましょう。 I'll run into Slender now、 今からスレンダーに合流します。そこにね、この run into のこの走って中に入っていくような感じ、スレンダーのその輪の中に入っていくようなね、そういった感じを思い浮かべてください。If I hit the mobile suit engine, I'll destroy Side 7. What should I do now? What should I do now? If I hit the mobile suit engine, I'll destroy Side 7. What should I do now? What should I do now?はい、また出てきましたね。これも多いです。すごく守備範囲の広い単語なんですが、get。これです。まあ、手に入れる、これはこの get は皆さんご存知かと思うんですが、ここには途中過程を感じてください。何か会社で頭を下げたりね、いろいろ探し求めたり、そういった途中過程を含んで最後のこの get、 手に入れるに到達するわけなんですが、これ実は全て含めて get です。で、最後の手に入れた部分だけを使って get、 こういうニュアンスでも使うことができますし、まあ、途中段階のこの動き、苦労、そういったものもニュアンスとして含んでいます。こちらだけでもゲットです。そしてこの最後手に入れるといったところまでの変化、そういった意味合いもこのゲットにはあるわけです。見ていきましょうか。 I'll get you、 これでいただきだというわけです。お前をもらったということですね。ここで will に注目です。
ここでも意思予測、もう完全にやってやるぞといったこの意思を感じてください。いただきです。はい、前回に引き続きまた if が出てきました。 if の後、ありえる話だったらただの条件、そしてありえない話だったら仮定法です。ありえない話の場合は時の表現がずれるんでしたよね。見ていきましょう。 If I hit the mobile suit engine、 もし私がモビルスーツのエンジンを当ててしまったらということです。さあ、もちろんこれはありえる話です。条件になります。 I'll destroy size 7、 俺サイド7破壊しちゃうなと言ってます。これかなり確実な予測で言ってるわけです。 Should、 当然せなあかんというこの感覚、ちょっと、まあ、当たり前やんかみたいな感じで読んでください。いきましょう。What should I do now?、僕は今どうするべきなんだと言ってます。You pay for what you did to Gene! I don't know what to do! Can I aim this and just hit the cockpit? You pay for what you did to Gene! I don't know what to do! Can I aim this and just hit the cockpit? Pay for. For は矢印です。こっちの方向にお支払いということです。払う、何を買って言ったらお金だったり代償だったりです。見ていきましょう。 You pay for、 払えと言ってます。で、何に対して払えと言ってるのか、 for が矢印です。こっち、 What you did to Gene、 お前がジーンにしたことに対して払えと言ってます。払ってもらうぞみたいな感じですね。はい、また連続して What が出てきました。見ていきましょう。この What to do です、することでしたよね、疑問詞プラス不定詞です。見ていきましょう。 I don't know、 わかんないな、何がわからないのか。 What to do、 What は物事、それに不定詞で Don です、Do でするを指して、することがわからないという意味ですね。はい、ここで注意するのはやはり Andつなぐものを意識していきましょう。 Can I aim this? これを狙えるのか? And? そしてと言ってますね。 Just hit the cockpit、 コックピットだけ当てるというのが後につながっているので、もちろん and がつなげているのが aim and hit です。こういった関係だから、これを狙ってコックピットだけ当てれるのかえと言ってますね。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。このチャンネルではガンダムの他にも海外版のドラクエ、ペルソナ、そして英語版アニメのジョジョの奇妙な冒険でも同様に英語学習を進めています。ぜひチャンネル登録をしていただいて、一緒に英語学習楽しんでいただけれたらと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。